まあ、まずは本当に優勝できてすごく嬉しかったです。まあ、いろいろいい賞をもらいましたけど、本当にこれはチームの中なので、まあ、これをこれから成長の材料にしていきたいと思います。まあ、もちろん納得いくプレーも多くはなかったですけど、ただ本当に監督が信頼して出し続けてくれたので、まあ、なんとかチームを勝たせるプレーをしようと思ってましたし、それが本当に優勝という結果をみんなが知ることができてすごく嬉しかったです。で、まあ、チームの立ち上げてからずっとオリンピックまず出場することが目標で、本当にアジアの予選は厳しいの分かってたので、それをなんとか勝ち抜けてすごく安心していますし、これからより成長して今度アジアで優勝できたんですけど、それを世界でメダルが届く位置に実力を上げて、もっともっと成長してより良いサッカーをしていきたらいいと思います。